昨年12月27日立川競輪場、健一郎君撮りたい写真、ヤンググランプリ2010を翌日に控え会場入りした水谷義弘。皆さん注目してるんで。あ、そうですか。彼にとってこれが初めてのビッグレース参戦。その会場の慌ただしさに興奮を隠せない様子だ。いや、もう初めてなんで、ワクワクしますね。はい、ですね。なんかこう不安とかよりも楽しみの方が今は多いですね。ヤンググランプリとはデビュー3年以内の成績上位9選手によって争われる若手ナンバーワンを決めるレース。出場メンバーはいずれも競輪界を担う若手実力者たちだ。そのメンバーに名を連ねた水谷、かつてバイクトライアルで世界一に上り詰めた実績はここでは何も意味をなさない。それでもここまでゼロから一歩ずつ階段を上ってきた水谷の自信、見えるのは戦いを前にした新たな決意。大会10日前、冬空に覆われた日本競輪学校。地元滋賀県を離れ水谷が一人合宿に訪れていた。競輪の原点でもあるこの地で再び汗を流したい、そう願う中、学校の恩師辻先生の誘いもあり、ようやく合宿が実現した。懐かしいですか、学校時代の思い出す。現在 S 級に在籍する水谷、デビュー以来ここまで着実に成績を上げてきた。昨年9月には S 級初優勝を飾り、ヤンググランプリ出場を決めるなど順調な選手生活を送っているかのようだった。 S 級初優勝5位、滋賀の水谷義弘、押し切りました。しかしこの時ある試練に耐えていた。 S 級で初優勝した直後、水谷を落車の悲劇が襲った。その時の怪我が後を引き、体の状態が戻らないでいた。どうした、肩痛い。良くなることやってるの。はい、まだ3箇所治ってない。どこ。肩、肩甲骨。本当に、なんか中が炎症してて、中を治そうとするから外傷はなんか重くなってる。あー、ちょっと待って、こういうの入れようとしてる。はい、水くらいで危ない。感知しない肩の外傷、肋軟骨の痛み、さらに股関節の違和感も生んでいた。調子の良かった時期の感覚を呼び起こし、必死にその修正作業が続いていた。足の裏の感覚っていうのは結構大事にしてて、はい、調子いい時は指一本一本がきれいにペチャッと少し。で、ちゃんと帽子球が通って、最後に。なんていうんですかね、いわゆるストイックっていうか、そういう点ありますよね。まあ、ちょっと神経質かなと思うところがあるんだけど、でも、最近では珍しいタイプですよね、ちょっとね。どっちかっていうと。貪欲に頂点を目指すことで生まれる過敏な神経。水谷は精神と肉体のバランスを取ろうと必死だった。怪我はつきものですから、そこからどう這い上がってくるかっていうか、どう復活するか、やっぱりその元戻ってた、元走ってたところまで復活するような選手はやっぱ超一流なんじゃないかなと思います。
バイク好きの父親の影響で幼少から自転車の虜となった水谷。お気に入りの自転車にまたがり自由奔放に走り続けた。何には多分してると思いますけどね。そして水谷家の教育方針が彼をますます自転車に熱中させることとなった。なんか僕ちっちゃい頃からもうほんまにそれ可能性っていうんですかね、そういうのが否定とかされたことないですね。まだやりたいんやったらそうやってみたらって感じ。小さい時からもうのめり込んだらとことんやな、ちっちゃい頃から親父がそうなんですよそう、結構なんかね熱しやすいタイプやから、自分がしたいって言うて決めたことはまあとことんするタイプやから、そのやっぱりしたいっていうのはさしてやりたいじゃないですか。そして水谷が中学時代からのめり込んでいったのがバイクトライアルだった。バイクトライアルとは自然の岩や人工の障害物が設けられたコースで、いかに地面に足をつけないで制限時間内に走破するかを競うもの。足が地面につく回数やつき方によって減点基準があり、それを抑えるため選手たちには高度な技術とバランス能力が必要とされる。類いまれな才能と豊富な練習量で一躍国内トップに立った水谷は、やがて世界へと挑戦の場を移すこととなった。そして2002年岐阜県で行われた世界選手権、水谷は立ちはだかる数々の障壁を乗り越え、ついにエリートクラスで日本人初の世界選手権優勝という快挙を成し遂げた。3年連続で世界を制し頂点を極めた。しかし新たなる挑戦には戸惑いを隠さなかった。これで食べていきたいなとはありましたけど、でもその選手同士でこういろいろ話とかしたりして、年代も近いしこの競技やっていきたいよな、でもこれで生活していくってなるとどうなんやろうな、まあほんでやっぱその競技自体の知名度が低いから、もっとこうみんなの人目に触れるようなとこで乗ってアピールせなあかんのちゃうとか思って、でなんか街中乗りに行ったりね、そんなんをしてましたけど。挑戦し続けたいという水谷の欲求は彼にさらなる戦いの舞台を模索させることとなった。そうした中、知人の紹介で出会ったのが競輪だった。しかし同じ自転車競技だと思って挑んだ競輪だったが、決して生優しいことではなかった。それは今まで積み上げてきた実績を捨て、全くのゼロからの挑戦だった。いや最初全然走れなかったですね。ローラーも乗れなかったです。なんかお前自転車やってた割には下手くそやなってみんな言われて、その前の競技はブレーキが命なんですよ。もうこのブレーキ命で、で油圧ブレーキでしたから、だからそれがいきなりね、その全くブレーキとは関係ない。だから最初乗り始めた時もうブレーキレバーに指をこうやってかける癖がついてるんですよ。この状態ずっと乗ってたから指ずっとこうでしたブレーキないのに。それでもバイクトライアルで世界を制した水谷には競輪に生かせる武器があった。それは自転車を操るバランス能力、そしてどんな岩も乗り越えてきた瞬発力。その能力は競輪の世界でも十分通用するものだった。一方で課題となったのは持久力。それでも立ちはだかる壁が大きいほど彼は燃えた。
かつて世界一を目指した男の飽くなき向上心が豊富な練習量を生み、一歩ずつその課題を克服し成長させていったのだ。12月21日、水谷は競輪学校での合宿後、前橋競輪に参戦していた。怪我が回復に向かう中、ヤンググランプリに向けて弾みをつけたいという思いだった。初日を勝ち上がり迎えた準決勝、同じくヤンググランプリに出場する木暮康義との対戦だ。抜群の機動力を持つ彼にどう対抗するか、まさに年末の前哨戦となった。残り2周から積極的に主導権を取った水谷。しかし最終バックストレート、後方から木暮がまくりを仕掛け前段を飲み込んだ。結果は完敗だった。それでも水谷はこのレースに悔いを残してはいなかった。力勝負しようっていうのは決めてたし、変に打ちなかったりしんと、しっかりと力出し切って、まあ、結果には不満ですけど、まあ、もっと練習して足つければ逃げ切れる展開やし。12月24日、水谷は地元滋賀に帰らず再び競輪学校で合宿を行っていた。